建築家とともに理想の住宅を作りませんか？アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。そこに自分の帰ってくる場所が必ずあると、そういう家を作りたい。空間のボリュームがそのお客さんにとって心地よいかどうか、その環境が答えを出してくれるんで、今のその方たちと未来のその方たちもずっと想像しながら、地球の中にそこにしかない、その人しかいない、そこだけの建築を作りたいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を除く住宅展開催中。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですから、いかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、まあ僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ 未来を除く住宅展開催中。アポロの黒崎聡です。今回は宮城県仙台市に私が設計いたしましたエッジを紹介いたします。青空にくっきりと映える真っ白なフォルム、高くそびえ立つ外壁からは想像もつかない開放的な室内。今回は住宅街という立地条件の中で黒崎の手によってプライバシーを確保しながら普遍的に自由な空間を実現したエッジを紹介します。この土地をですね、新しく購入された際に3つの区画からなっていた1つを購入しました。角地だったんですけれども、かなり交通量もありまして、そういった交通量からいかにこう家を守っていくかということも大きなポイントでしたね。そのため黒崎は家の1階部分を全て壁で囲うという手法を採用した。この白い壁は外観の印象を大きく特徴づけるとともに、クライアントの要望でもあったシンボリックな建物というキーワードにも深く関連している。この街にフィットするような、あるいはその建主さんのオリジナリティにしっかり合致するようなバランスを考えるということがシンボリックにつながっていると思います。直線で構成されたデザインというクライアントの希望に沿いつつ、角地という立地条件に逆らわないエッジを強調したデザイン、まさにここにしかない象徴的な外観となっている。一方、中に入ってみると閉じられた外観とは違い、驚くほど明るく開放感のある空間が広がっている。特に奥様からご要望があったのは、やはり明るい空間にしたいということでしたので、1階は明るいんですけれども非常に落ち着いた雰囲気を出そうと。で、2階のプライベートルームというのは小さな空間にはなりますけれども、
いろんなその快適性を逆に個人的にこう感じることができる空間にしたいなということで、いろんな明るさがこの家の中に充満しているような、そんな雰囲気を出せればいいなと思ってましたね。またクライアントが電気関係の仕事をしていることから、照明器具は全て LED を採用し、自らが施工を行うという徹底したこだわりを見せている。そして内装はコンクリートの打ちっぱなしを全面に使用しているのが特徴的である。そういった意味で中はこのグレーの空間が、広がっているんですけれども、これは意図としては、例えばお庭の木々が、実った時に、色味を与えてくれたりとか、中のその家具や調度品なんかの色味なんかが、映えるように、あくまで建物の色というのは背景に、しておきたいということが意図されています。外は閉じながら中は開くという、本来矛盾する要素を同時に形にすることが、都市で快適に暮らす上で大きなポイントになっている。人間の快適性っていうのは実は、外と中のその境界にあるゾーン、中間領域に、あるんじゃないかということで、その中間領域をいかにその住宅の中に入れていくか、これが今回の住宅のテーマになったんじゃないかなと思いますね。この部屋は南側に面した、リビングダイニングとあとキッチンの、空間なんですけれども、ほぼ一つのワンルーム空間になってるんですね。プラスアルファの外の、アウトドアリビングといいますか、そういった空間が、このリビングの空間と接続されるような形で、大きなガラス1枚隔てて外に空間があると。そうすることでリビング空間に広がりを与え、外と中の境界を曖昧にし、中間領域を取り込む工夫がされている。また中庭を挟んだ向かいにある客間は、ゆったりとくつろげる畳敷きの空間となっており、パブリックなスペースである1階に様々なシーンに対応できるおおらかさを加えている。建築家とともに理想の住宅を作りませんか？アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から、皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を、各地の高い技術を持った有料工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか、直接お電話ください。内部で、今回、考えたことは、異なる3つの庭を挿入するということでした。まず一つ目は、玄関を入って正面のお庭です。これは中庭、光庭という小さな、壺庭ですけれども、この空間は 1,2 階それぞれからどこからでも見ることができてます。そういう意味で家の中心をなすお庭で、もみじが1本植えられてますね。で、二つ目の庭としまして、こちらにあるリビングダイニングからつながるお庭です。で、この庭はこのリビングダイニング空間と同等の、広さをあえて取りまして、南側に面して、あるんですけれども、ゆったりと外部で その生活ができるように、少し板張りの空間を設けて、アウトドアのアクティビティが獲得できるようにして、おります。で、もう一つ最後に獲得したのが屋上庭園ですね。で、これはご主人の家庭菜園に対してしっかりと活動できるように、設けています。で、こちらのアウトドアの空間から階段でつながるような形で接続させて、回遊性を持たせてますね。これが特徴です。庭のある住宅というのは非常に、全国どこでももう求められている形式ですし、もともと日本の住空間の中にはそういった中庭というのはありましたから、そういったものをあえて都会的な
感覚で取り入れるということで、非常に自然にマッチしていくんじゃないかなというふうに思ってますね。2階は、あくまでプライベートの空間ということで、まあ、ご家族の方たちの個室が、まあ、接続されているわけですけれども、部屋から空が切り取って見えると、これはの都市住宅では非常に、贅沢なことだというふうに、感じています。こういった空間のために中間領域をあえてこの部分に作っている、それがの特徴になってますね。廊下に設けられたステップは部屋同士のバッティングを避け、中庭を見ながら昇降することで、ただ通り過ぎるだけの廊下であってほしくないという黒崎の思いがそこにある。最近やっぱり都市の人々が求めているのは、そのサードプレイスというところなんですね。イギリスでいうパブみたいな空間ですね。家とか仕事場や学校以外でちょっと立ち寄る、ニュートラルな空間のことを指すんですけれども、まあ、仕事をしながら生活もする、あるいは仕事と生活するっていうことが、まあ、同じだという人もいるでしょうし、そういった人にとっては、家は家、仕事場は仕事場ということは、逆に窮屈になっているような気がするんですね。ですから、いろんな変化が人間にはありますし、日本には四季がありますから、その変化を受け入れなきゃいけない。いつの時代でもどんな生活になっても空間は変わりませんから、そういったものを受け止めるおおらかな器でないといけないと思うんですよね。そういった意味で家に求めるものが、まあ、ニュートラルな空間を求めている、それが美しいデザインになったり、ベーシックな基準になっていくと思うんですね。都市に住んでいるからこそ必要な安らぎ、それは日々の生活から解きほぐされるゆったりとした時間。さらにこのエッジにはさまざまな変化を受け入れる普遍的な時間も流れている。それは足早に変化する喧騒にも似た現代の生活さえも受け入れるおおらかな生き方を教えてくれる場所なのかもしれない。建築家との家づくりとは、自分に合った建築家に出会うことから始まるとアーキテクツスタジオジャパンは考えています。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から、皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を、各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか、直接お電話ください。日本最大級の建築家ネットワーク、アーキテクツスタジオジャパン。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですから、いかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、まあ、僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ、 未来を覗く住宅展開催中。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan.